はい、タイヤバームクーヘンです。ただいまですね、伊勢崎市のですね、こちらですね、鳥仙のですね、平和町店、松本九州がこうやってありますけどね、このですね、ちょっと駐車場の奥の方に、この赤レンガのですね、ものがありましたんで、ちょっと行きたいと思います。これがですね、富士重工、スバルのですね、元あった工場があった場所の跡地でございます。これ大変貴重なですね、建造物なので、ちょっと私もですね、ちょっと見に行きたいと思います。これ聞かないと分かんないですよね。多分地元の人でも分かってない方もいるかもしれないですけどね、伊勢崎市がですね、この富士重工があったんですよ。これですね、綺麗だな。これ緑に映えますね。ちょっと一回ですね、これ皆さんにですね、見せたいと思いますけども、ちょっとこれ見ましょう。これですね、皆さん見てください。まずですね、名車スバル360の生まれ故郷、富士重工株式会社旧、伊勢崎製作所第二工場のレンガ壁ですね、富士重工業株式会社伊勢崎製作所第二工場は明治45年に、旧上毛なんとか市の、防石工場として建設されたレンガ造りのなんとか工場の建物ですと。で、昭和18年、富士重工の前身中島飛行場に売却され、戦後は、富士重工の生産工場としてバスコンテナハウスの生産に活用されました。昭和30年代初め、日本のモータリジェイソンの先駆けとして世界に評価された軽自動車スバル360を最初に生み出した工場でもあります。このレンガ壁は、第二工場の東側の側面で竣工当初の状態がよく保たれているため、スバル360の誕生の地のモニュメントとして、また明治から大正期にかけての工場の象徴となる歴史的建造物として、平成15年5月この地に移築保存されましたと、スバルというふうに書いてあります。富士重工のですね、スバル360の建設工場のですね、壁、レンガ壁らしいです。綺麗ですね。これちょっと逆向きから撮ってみますか。だからこれ多分ですね、この土地はですね、多分富士重工の土地だと思います。こうで、これは鳥仙の都知事ではないと思いますね。ちょっとこういう感じでちょっとですね、逆方向から撮ってみましょうか。これは貴重ですね。まあ、お先にさんはですね、ご存知かともし、ご存知でしょうけど、こんな感じでですね、ハリボテみたいな感じですね。ドリフのあれみたいになっちゃいますけど、でもまあ実際ですね、移設して、ここに、ちゃんと、しっかりとですね、作られてます。これ緑で綺麗ですね。うわ、これちょっと入んない方がいいや、今日。水がすごい。当時の、ちょっとですね、明治時代の、ちょっと、あれを触っておきたいと思います。明治時代のですね、このドアもすごいですね。ドアがすごいです。ちょっとあんまり触るとあれなんで、はい、これは貴重なものをちょっと目で感じることだと思います。これほらすごいですもん。金属ですもん。金属錆びてますからね。はい、スバル、私インプレッサー好きですけどね、まあこのスバル360のですね、工場だったところですね。はい、では、これですね、伊勢崎にあるですね、鳥仙のですね、平和町店かな、平和町店にの横にで、駐車場の横にですね、スバル360のですね、工場、創業の地ですね、のちょっと移設したですね、あるものがありますんで、ぜひ皆さんもですね、見に来てください。綺麗にこちらですね、移設されてますんで、どうもありがとうございました。